自分が相手に言ったことに対して何の,反も何の反応もないとイライラしたりなんだこの人とひねくれた自分が出てきます。何か反応してくれるのを期待している自分が強いみたいな自分 <coughs> どうしたら手放せますかまずねあの <laughs> 何の反応何か言った 自分が何か言って何にも反応がなくてイラッとしたりするんでしょそれは,ひね,くれたはひねくれてるんじゃなくて素直な自分です。ひねくれてるっていうのは素直じゃないってことでしょ本当は何にも何にも反応なくてイラッとしてるのにいや全然イライラしてみませんよっていうのがひねくれたってことです。ひねくれた自分。だってイラッとしてるのにイラッとしてないって言ってんだからいやむしろ嬉しいですよとかそういうのが。 ひねくれた自分なんだよだから普通さ何か言ったことに対して何の反応もないとさ何か言ってよって感じでさ何か言,っ言い返してくれよ反応してくれよって思ってんのに何も反応ないとイラッとするのは普通のことだからあのひねくれた自分ではありませんまずそれは素直な自分としてあ私って素直だなーって思っちゃってくださいね、うん、素直な自分だから。<laughs> で そうそうひねくなんでひねくれた自分って言っちゃってるのかっていうと多分イラッとしちゃいけないと思ってるんですよ多分イライラして大丈夫ですから反応なかったら <laughs> イラッていう怒りっていうのは想定外のことが起きた時に勝手に湧き上がる感情だからだから思い通りにいかなかったとにイラッとすんだよだから相手に話しかけたってことは反応してくれるってことを期待してるわけじゃん。で 期待その期,期待してたのに反応してくれるって期待してたのに反応してよとかさ反応してほしいって期待してたのに何にも反応がないからイラッとしてんじゃん。でイラまずそれイラなのねでまあいいかしょうがねえかって諦めたらそれでイラは終わるんで怒りはそれでピークに達してあとは静まっていくだけどなんだあいつ全然反応ねえじゃねえかなんでだよなんでだよなんでだよってずっと考え続けるとそれがイライラに変わります。 イライラっつうのはだからイラッとした状態が続く感じ怒りが続く感じイラ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 欲求不満が続いてるって感じだからまだ期待してるってこと何か反応してくれよなんか反応してくれよでも反応がないっていう状態がイラ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 だからずっとずっとそのことについて考えてたらイライラするのは当たり前うん全然おかしなことじゃないんでまずそうなってしまう自分をダメだと思わないように気をつけてくださいね そういうい今私が説明したようなメカニズムになってるから期待した反応がないとイラッとするのは当たり前怒りまず怒りがぴゃっと上がるでそのことについて考え続けるとイライラ,イラ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 それは普通のことうんで何か反応してくれるのを期待している自分が強いだから強く期待してるってことでしょなんか反応してくれよ反応してくれよってそういう自分を手放したいんでしょ まずなんで手放したいかを考えた方がいいですよね。まあイライラしたくないからか <laughs> でもさ反応してほしいと思って話しかけて反応してくれたらイライラしないわけじゃんまあイラッとしないわけじゃんだからイライラ,イライラにも発展しないわけだから反応してくれるようなパスを出せばいいんだよ 全然相手が興味のないことを言ったりすると反応はないよ。のはあの予想できるじゃん。相手が受け取りやすいパスを出すんだよ、言葉でも。そうしたら相手も返しやすいから反応しやすいじゃん。返しやすいっていうか反応しやすいんだよ。難しいパスを出すとスルーされちゃうよ。なんか人の悪口だったり、うん、なんかネガティブなことだったり。相手が同意できないようなパスを出すと反応は返ってこない。 うん、なんかムカつくやついてさムカつくやついるんだけどさあいつ殺したいよねとか私がもし LINE できたら反応でしないですもんできないからするする <laughs> まあそんなことはしてないと思うけど反応してほしいって求めるのは別に悪いことじゃないだって反応してくれるのは嬉しいから反応されるとやっぱ承認欲求が満たされるわけじゃん。 自分が発したものに何か反応が返ってくることで自分の存在が認められるっていうかさ承認されるっていうかさ肯定されたことになるじゃんうんそうそうだから期待強く求めてもいいと思うんだけど私だって強く求めてますよただやり方は人の反応を期待するっていうのを強く求めてもいいんだけどそのやり方が。 問題になってくるんだよ。そのやり方は自分が魅力的になるしかないんだよ自分の価値を高めるうん私が魅力的になれば私が言ったことに対して反応は増えるじゃんうんまずいのがちょっとまずいのが自分が魅力的になることで人を引きつけるのはいいんだよ人の反応だけどちょっとまずいのは心配かける人に人に心配かけて心配だから人の反応が返ってくるわけじゃん俺ってこんなダメなんだよとか言って言ってると心配だから何何ってこうやってくるわけじゃん そうすると何がいけないかっていうと相手を不快にさしてんだよ心配させたり不安にさせたり大丈夫っていうなんか <laughs> 相手の心をネガティブに揺さぶってることになるからそればっかりやってると相手が疲れちゃうんで周りが周りから余計人が最初は同情してくれて寄ってくるんだけどだんだんとあこの人ずっとネガティブなこと言ってるわと思ってだんだん人引いていくようになります最初だけ同情してもらえるのはネガティブなこと言ってうん あと,あとは寂しい人が引き寄せられてきて反応自分も相手にされないから相手にしてほしいっていう人が引き寄せられてきて脅威像になるる可能性があるうんどっちも「おい俺に反応しろよおい俺に反応しろよ」ろよっていう依存になって見解になってドロドロな関係になる可能性があるのでっていうか多分ここまでのことを聞いてないよね多分ね分かんないけど <laughs> 手放したいんでしょ 手放せないですよだって人がに反応してもらえるのは嬉しいからそれがないと生きていくのって辛いから人に反応してもらえないのってすっごい辛くて全く反応してもらえない状態になると生きていくことが難しくなるからそれはあっていいと思うただやり方やり方だけ気をつけてほしいっていうか自分を魅力的にする自分の価値を上げることで人を引き寄せてほしいと思ううん。 でそうそう期待すると絶対期待って裏切られるから思い通りにいかないからそれでイラッとするのは当たり前でイラッとしていいんだけどその後にに「何だあいつ反応しない反応しないなんてムカつくな」って相手のせいにしてても相手は振り向いてくれないんでじゃあもっとあの人が反応してくれるぐらい魅力的な人間になろうして自分を向上させるっていうやり方がいいと思いますうんイラッとします私だってイラッとしますよ思うような反応が返ってこないと。 うん、だ,だから考えるんだよあの。じゃああの人が反応してくれるようになるためにはどうすればいいかなどういう自分になればいいかなって考えたりどういうパスを出せばいいかってことでねパスを相手が受け取りやすいパスを出せば相手と受け取って返してくれるから。うん、まあそんな感じです。ま,なま 毎回言ってんだけどこれ一回きりで終わりじゃなくていいんでもっと深い質問したかったりもっと細かく聞いてみたいとかこういうシチュエーションの時はどうですかとかそういうのが多い質問 <laughs> あればどんどんしてきてくださいねそしたらこのやり取りができるからそれでどんどん自分の求めた答えに近づいていくことができるから、うん、まあこれで満足してるんだったとこれでいいけどまだまだ聞きたいとこのことについて聞きたいと思うんだったらもっとどんどん聞いてきても大丈夫なので。 マシュマロに投稿してきてください。はい、以上です。